シノサウロプテリクスは中世大白亜紀前期に生息した体長約1メートルの小型の羽毛恐竜である。中国の表記は中華竜鳥日本でも漢字表記される場合がある。1996年に恐竜としては初めて羽毛が化石化した状態で発見された。そのため鳥類であると当初考えられ中華竜鳥と名付けられたが、 羽毛といってもダウンのような綿毛か、あるいはさらに祖先的な鳥のひなに見られるような皮膚表面のケラチン質が新調したチュープ状構造物であるとされる。また形態的特徴からも鳥類と元縁のコンプスグナトス類であることが分かった。ノコギリ状の葉を持ち、小動物や昆虫等を捕食していたと考えられる。これまでに発見された獣脚類の中で全長に対する の長さが最も長い最近の研究により、今まで羽毛であると思われた化石表面の痕跡は羽毛ではなく、ケラチン状の皮膚であるとの発表がなされた。しかし、最新の研究結果によると、この痕跡部分にメラノソームが詰まっているのが判明した。メラノソームは、原生鳥類の羽毛には含まれてはいても、ひなも含めた、 他の動物のケラチンには含まれないことから、羽毛の跡だという再反証がなされた。さらには、2010年、その化石内の羽毛部分には、メラニン色素が残っていて、黄色や、茶色や、赤色系の発色をしていたと判明した。よって、ケ部後ろから背中、尾にかけては、赤葛色ないしは大々色に近い色彩の羽毛を持っていたとされている。ありがとうございます。